秋田市立千秋美術館は秋田総合生活文化会館、美術館内に1989年に開館された市立美術館である。前身は1958年会館の秋田市美術館である。構想段階ではいくつかの個人コレクションをまとめて収蔵することを想定していたが実現せず、当初は1点の作品も持たずに借用による企画展を開催していた。 開館後、県内屈指の美術コレクターでもあった、奈良岩松から織田の直武、佐竹諸山などの秋田蘭が、京都ゆかりの画家の寄贈を受け、館の根幹となるコレクションができる。それを皮切りに、作家や個人コレクターの寄贈を受けて、コレクションを増やしていった。平成元年の秋田市政志向100周年を記念し、岡田健三夫人からの岡田作品の大量寄贈の申し出を契機に、 現在の場所に移転し都市型の美術館へと再スタートした。作品の収蔵方針は、秋田蘭画と、その関係資料、秋田ゆかりの作家の作品、岡田健造と関係資料、その他、国内外の優れた作品の4点である。所蔵作品は、2001年時で2122点。なお、当初当館所蔵だった、版画家、勝平特使作品は、 秋田市立赤レンガ郷土館、勝平特使記念館に、錬金家、関谷史郎作品も秋田市立赤レンガ郷土館、関谷史郎記念室に、それぞれ所館外している。また、秋田藩関系資料は、美術館系を除き元秋田市立美術館を、改修した秋田市立、佐竹資料館に全自移している。アトリオンビルの2.3階に所在し、岡田建造記念館を併設する。 普及活動も盛んで、図書室は一般に開放されており、企画展の鑑賞となるような公演なども随時開いている。1階はロビーになっており、チケット売り場とミュージアムショップになっている。岡田建造作品、秋田市市政100年と、市秋美術館の開館を記念して、婦人より95点の作品が寄贈された。購入した作品も合わせて100点以上が収蔵されており、 そのうち20から30点の作品を常時展示している。秋田た画、が、日本画、洋画、写真、ありがとうございます。